語りの魅力や旅芸人の魅力をその顔を弾みなせ運ぶように幅広く伝えていきます。ストーリーは自信をなくした各社が花の蘭と出会うことで自信を取り戻していくということです。個性の認め合いを表現した演舞をどうぞご覧ください。今年で24回目の出場、83名に上がるこのチーム、高知学生旅芸人の皆さんです。中央会議の皆さん、こんにちは。
ありがとうございました。高知大学旅芸人の皆さん、この後は大手振りと予定となっております。ありがとうございました。